こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。米国大統領選も終焉となり、バイデン大統領の誕生での対中政策の行方が注視されている中、台湾海峡を年末、米駆逐艦2隻が通過、抑止力を上げるため行動を起こした。台中の睨み合いが続く中、台湾海峡通過、今回もう少し、詳しく見ていきます。裏には、香港問題が大きく引き金を引いているとはね。2020年末日、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の4番艦、カーティス・ウィーバーと同6番艦の、ジョン・S・マケインが揃って、台湾海峡を通過したと報じられた。これは、両艦が所属する横須賀に、拠点を置く第7艦隊が公式に、発表したものであり、これまでも、同様の内容で実施されている。アメリカ海軍の航海の自由作戦の一環だとみなされる。アメリカはこうした行動を国際法に準拠した行動であるとの立場を示しているが、中国は東シナ海や南シナ海、そして自国の一部と主張する。台湾周辺海域でのこれらの行為に例によって反発している。アメリカ海軍の航海の自由作戦は、このところ複数都市継続されており、もはや、累計で、どれだけの数が、この活動を行った、かすら指摘しづらいが、2019年には、フランス海軍艦艇も、同様の行動をしている。この2021年には、イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスを、中心とする空母打撃群が極東方面に長期間派遣されることも決定しており、こうした傾向はますます強化される方向に向かうと思われる。ただし、中国海軍は異常な速度で艦艇や航空機、地対艦ミサイルの配備を強化しているため、かつての台湾海峡危機のようにアメリカ海軍が大型航空母艦を差し向ければ抗えなかった頃とは同一視できない。アメリカの軍事関係者の中にも、東シナ海や南シナ海、そしてこの、台湾海峡でのアメリカ軍の中国軍に対する軍事的優位性は低下していると、見る向きは多く、局地戦では不利という憶測すらも出てきている。中国海軍は国産の航空母艦の建造に呼応するかのように新型の055型駆逐艦を2020年からすでに2隻就役させており、今後も合計で10隻以上を投入してくるのではないかとの見方が有力だ。055型駆逐艦は毎級052型よりさらに大型化され、満載排水量1万2000トン以上、全長 182.6 メートル、全幅 20.9 メートルの船体に中華製のイージスと呼ばれるセンサーレーダー類と兵器システムを搭載している。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のカーティス・ウィーバーとジョン・S・マケインは同じくフライト1型と、呼称される同駆逐艦の最初期のモデルの艦艇である。その仕様は、満載排水量8850トン、全長 153.77 メートル、全幅 20.27 メートルであり、満載排水量で見た場合、
中国の055型の約 73% の容積と小型であることは間違いがない。この大きさの違いは、主兵装である VLS 数の違いに現れており、RA マーク9フライト1型が合計90セルであることに比べ、055型は112セルと2割以上も多い火力を備えている。ただし、RA バク級も、最新のフライト IIA 型では若干船体を、大型化していることもあり、VLS も同様に96セルまで拡張されており、これは、海上自衛隊の最新鋭のマヤ型護衛艦と同数である。そもそも、RA バク級ミサイル駆逐艦一番艦の収益は、1991年まで遡り、ここから数えれば、すでに30年を経過した、かなり設計自体から時間を、経過してしまった艦艇だと言わざるを得ない。この後に、アメリカ海軍は、新機軸を満載したズムボルト級駆逐艦を、建造するがあまりに先進的に過ぎた、そのパッケージの実現は困難を極め、建造費用の高騰もあって、わずか3隻の生産で打ち切られた。ズムボルト級駆逐艦は、高度なステルス性の追求や手法など随所に従来艦を超える能力を持たせようとした意欲的な艦ではあったが、それゆえに兵器に求められる無難さ、安定感を著しく変えてしまった。この失敗は、世界で最大の規模と実力を持つアメリカ海軍であっても、無、ビューではないことを知らしめたが、皮肉なのは、旧ソ連の崩壊で現実的な、進化の必要をなくした兵器がそれゆえに迷走した事実だろう。以降今度は、中国海軍の増強に直面することとなったアメリカ海軍は、2005年で一度休止していたアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の新造。5年後の2010年度に再開し、今に至っている。こうした経緯からアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は息の長い艦艇となっているが、すでに設計自体の旧式化は否めず、予算不足で後継艦の構想は確定してはいないが、近年中には見えてくるだろう。予測としては、満載排水量で約1万5000トンにも達したズムオルト級よりも小型だが、RA マーク級の最終形であるフライト3の同9700トンよりは大型化するとの見方が一般的だ。アメリカ海軍は、ズムボルト級の失敗から、兵装面でも現在の延長線上にある技術を中心としたものを、新型駆逐艦では採用すると、見なされており、その意味でも、055型に近いスペックだと思われる。しかし、アメリカの新型駆逐艦は、日本にとっても、対岸の火事ではなく、これまで、RA バク級ミサイル駆逐艦をベースに、混合型護衛艦以降を建造してきただけに、非常に気になるところだ。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。近年、中国の駆逐艦は量産体制で増艦されています。現在ではその性能は、一昔前と比べて近代化されているとの話。今回ステルス機を丸見えにするという駆逐艦055型を詳しく見ていきますね。本当に捕捉できているのかわからないですが、対抗策は結構たくさんあるものです。あれかな？2020年11月現在、世界で最新鋭の水上戦闘艦といえば、それは最大規模のアメリカ海軍のものではなく、中国海軍が同年1月に就役させた055型。駆逐艦南昭だということができるだろう。055型駆逐艦南昭は、従来の中国海軍の052型、昆明級。駆逐艦の推定の満載排水量約7000トンに比して、12000トンから、13000トン止めされるほど大型化された船体を持つ水上戦闘艦だ。この排水量は、アメリカ海軍の現役艦で唯一巡洋艦に、分類されているタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の満載排水量約9700トンをも凌駕しており、アメリカでは巡洋艦と表現されることが多い。055型駆逐艦南昭は全長が 182.6m、 全幅が 20.9m、 ガスタービン機関4機で最大出力15万2000馬力。最大速力30ノットの艦容を誇り、すでに6隻が建造予定と言われている。ちなみにアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、全長が 172.46m、全幅が 16.76m、最大出力8万6000馬力。最大速力30ノット以上の艦容となっている。海上自衛隊で見れば、最新鋭のマヤ型護衛艦が、満載排水量1万250トン。全長 170.0m、全幅 21.0m、最大出力6万9000馬力。最大速力30ノット以上と055型駆逐艦の大きさがよくわかる。アメリカ海軍の最新鋭ズムウォルト級駆逐艦が随所に近未来的な設計を取り入れ、それゆえに建造費の高騰と実用面の兼ね合いから、わずか3隻の建造で終了されたのとは大きくコンセプトが異なる。中国海軍の055型駆逐艦は、同時に、同国が建造を進める国産の航空母艦の、空母打撃群の艦隊防衛を担うべき位置づけであり、中国版の、イージスシステムといえるレーダーセンサー類を装備している。055型駆逐艦のレーダーセンサー類は、複数の周波数帯の電波を利用するものと見られており、これによって高度なステルス性能を持つ F-35 ライトニング2戦闘機なども探知、迎撃可能という対戦哨戒能力をはじめとして、こうしたレーダーセンサー類の探知性能では、従来の中国海軍の艦艇は、アメリカや日本が採用するイージス艦のシステムに劣ると見さされていた。しかし、055型駆逐艦南昭の実戦配備で、この脅威の度合いは、
飛躍的に高まったと見る向きも多く、アメリカ海軍でも予算上の問題から見送られていた新型巡洋艦の開発を再開するとも言われている。アメリカにこうした決断をさせた055型駆逐艦南昌の特徴は、精度を向上させたレーダーセンサー類と連動する合計112セルにも及ぶ VLS を搭載している攻撃力にあると思われる。この VLS の数はタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦と同数であり、日本のマヤ型護衛艦やアメリカのアーレイバーク級駆逐艦の96セルを大幅に上回る攻撃力を備えていることが伺えるものだ。055型駆逐艦は、艦の前部に64セル、後部に48セルの VLS を搭載し、その用途も、艦対空、艦対艦、対地、対戦のいずれのミサイルの運用も可能であり、ことに、艦対空ミサイルの防空能力が注目されている。これは、055型駆逐艦の単艦での防空能力というよりも、国産の航空母艦による空母打撃群全体の防空能力を高めると、見られているためであり、アメリカなどと同様の空母打撃群の展開が予期されるためだ。従来の中国海軍の艦艇は、大陸国の中国の現状に合わせて自国沿岸海域を作戦行動範囲とした展開だったが、航空母艦とこの055型駆逐艦の空母打撃群は遠洋への進出を視野に入れるものとなった。このため、055型駆逐艦の作戦行動範囲は従来の052型混迷級駆逐艦と比して最大で約4倍とも言える約1万1000キロにも及ぶと見られており、ほぼアメリカの独壇場だった分野への進出が現実味を帯びてきた。ただし、日本を含む周辺国にとって幸いなのは、中国海軍は国産の航空母艦で運用可能ないわゆる第5世代戦闘機をまだまだ配備できておらず、すぐに空母打撃群の完成とはならない点だろう。しかし、いずれはこの配備も進んでくるであろうことは疑いの余地はないため、そうした中国海軍の空母打撃群が出現することを前提に、日本は有効な対処方法を確立すべき時期だと思える。個人的には、この対策は、既存の兵器分野では、戦闘機への長射程の空対艦、ミサイルの装備か、潜水艦隊のさらなる増強が、現時点で行い得る実効的な、対策ではないかと考える。 F-35 ライトニング2戦闘機のステルス性を損なわないために、その胴体内のウェポンウェイに収容できる長射程の空対艦ミサイルの開発はまだまだ時間を要すると見られるので、 F-15 や F-2 の活用が必要だろう。合わせてようやく海上保安庁がテストに入った無人航空機、遠隔操作型無人機について、自衛隊では、これに対艦ミサイルを実装することも、視野に入れてほしいところだ。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。南シナ海での中国人工島問題は世界問題へと発展しています。では、何が起きているのか。人工島にまたまた地下軍事施設を作ってしまった中国。キャッチしたのは衛星写真、実際の映像は初めて。では今回この人工島に地下基地に潜水艦が入港する様子を話していくね。また見つかるなんて。2020年8月21日、アメリカのプラネットラブズ社が SNS 上にアップした画像が、中国海軍の093型潜水艦が地下基地へと進む直前の状態を撮影したものではないかとされて話題を集めた。多くのネットユーザーによって拡散された同写真は、中国の海南島にある油林、海軍基地であると説明されており、衛星画像を扱う民間企業によって公表されたことが極めて稀なことだと見さされている。これが説明通りに中国海軍の093型潜水艦であれば、2018年1月に尖閣諸島の近海を潜航したまま航行、おそらく海上自衛隊艦艇や航空機の意味を受けて受け浮上し、国旗を掲揚したものと同型の艦だ。中国海軍のこの093型潜水艦は、原子力推進を採用した攻撃型の潜水艦であり、2006年の一番艦収益後、2020年までに全6隻が建造されているとみられ、中国の潜水艦として、遠洋進出を滝が桁艦と言われる。093型潜水艦は別名小級とも呼ばれている艦艇だが、ロシアのビクター III 型原子力潜水艦をベースに中国が建造したもので、特に初期型のものは潜水艦として必須の静粛性に難があると指摘されてきた。こうした点から、海上自衛隊では、中国海軍の潜水艦の股間ごとの音紋を、すでに把握しているとも言われ、先の2018年1月のような追尾活動を、遅滞なく行える体制が構築されていると見られている。一方で、093型潜水艦は、艦首に 533mm の6門の魚雷発射管を備えており、ここからは最大射程が約 540km とも言われる対艦巡航ミサイルの発射も可能であり、アメリカ海軍の空母打撃群を牽制する役割を担う。海南島は現在の中国の最大の面積を誇る島であり、日本で言うならば、九州のおよそ9割ほどの大きさで、別名、中国のハワイとも呼ばれ、リゾート地としても、その名を知られている島だ。同時に、南シナ海に位置する海南島は、中国海軍の重要拠点の一つでもあり、今回衛星写真に写されたという油林海軍基地は、着々と南シナ海進出を進める中国の水上艦艇と潜水艦に必須の軍港となっている。ただ、中国海軍ではここに潜水艦の基地を設けていることを公にしているわけではなく、あくまで推察であるため、ことに今回の写真の出所がアメリカの一民間企業であることが
クローズアップされたものだ。それにはアメリカ側の情報収集力を誇示する狙いも含まれているとの見方も多く、中国としてはこの写真について今のところ何の反論もコメントも出しておらず、黙殺している状態だと言える。2020年5月には、衛星からではなく、アメリカ海軍の P-8A ポセイドン哨戒機が、海南島に接近して偵察飛行を実施したことも明かされており、同等の中国海軍の動きをアメリカも注視していることが伺えた。だが、実は、もっと遡れば、中国とアメリカは、海南島をめぐって、直接的な衝突をすでに引き起こしたことがあり、もし、仮に、これが今現在発生したとするならば、そのまま、米中の戦争にもつながりかねない事象だった。これは、2001年4月に発生した事故であり、この時、海南島上空に向けて飛行したのがアメリカ海軍所属の EP-3E 電子偵察機で、これを同等に近づけまいとする中国海軍の J-8II 戦闘機が接触したものだ。この接触によって中国海軍の J-8II 戦闘機は墜落、乗組員は死亡し、アメリカ海軍の EP-3E 電子偵察機は、墜落こそ免れたものの、不時着し、機体は大破となり、米中双方に損害が発生する事故となった。さて現在に戻ると、実は、2020年5月にアメリカ海軍の太平洋艦隊は、保有する稼働中の攻撃型原子力潜水艦のすべてを、南シナ海から西太平洋方面の海域に進出させることを公表するに至った。これは新型コロナウイルスの渦中で一時期太平洋方面で活動可能な空母打撃群がセオドア・ルーズベルトの1ユニットの身となっていたことも影響したと思われ、中国の空母打撃群への対抗策とも言える。アメリカ海軍太平洋艦隊には、総数で25隻の攻撃型原子力潜水艦が所属しており、今回の作戦行動には、少なくとも、そのうちの10隻以上の潜水艦が振り向けられるものと予想されていた。これはアメリカ海軍がこのところ駆逐艦や航空機を南シナ海に進出させる航海の自由作戦よりも軍事的な打撃力が高い戦力の投入だと見られており、中国海軍の対戦能力を上回るものだろう。多分にして、この続報は、耳にしていないが、同時にこれが解除されたとの、方もないことから、現在も継続中なのではないかと考えられ、近年類を見ない規模の潜水艦作戦ということができそうだ。見た目に、派手な航空母艦の派遣などと異なり、存在位置自体が、軍事機密とされるアメリカの潜水艦の行動は今後も明らかにされることはないと思われるが、民間衛星に撮影された中国との違いを感じる。